本、昨日大通公園で行われた石川智弘氏の演説会。自由を意味するリバティなどの頭文字 L を合言葉に、アントニオ猪木参議院議員のほか野党5党の国会議員が一堂に会した。どうかどうか皆さん方の力をより一層結集していただいて、石川知事を誕生させていただきたい。石川智弘知事に持ち上げていきましょう。皆さんみんなで力を合わせて頑張りましょう。皆さんもはや誰を選ぶのか言うまでもありません。石川智弘さんしかないではありませんか。寒くないっしょ。寒くないよね。みんな燃えてるもんね。しっかりと戦う、頑張る知事や議員を選ぶ、これがこの選挙の意味だろうと思います。ぜひでした。元気があれば何でもできる。元気があれば応援もできるということで、今日はね、石川候補の応援にやってまいりました。一言どうぞ。元気ですか。元気があれば選挙も勝てる。よろしくお願いします。豪華メンバーの応援を受け、野党共闘を有権者に印象付けた石川氏。かなり闘魂注入されましたね。これから後半戦に向けて、パワーいただきました。はい。投開票まで残り1週間となりましたけれども、はい、改めてその意気込みの方。そうですね、私の訴えというのが徐々に浸透し始めていると思いますので、最後まで全力で戦いたいと思います。なぜ鈴木直道さんか。38歳、将来に大きな夢と希望と期待があるからです。見てください。皆さん、対する鈴木直道氏はおととい札幌駅前で支持を訴えた。果てしない街頭演説には歌手の松山千春さんも駆けつけ、同じ阿諸路町出身の石川氏についてこのように話した。石川は我々をある意味裏切った。共産党と一緒になって選挙を戦うことになってしまった。同じ阿蘇町の人間として恥ずかしい。北区での街頭演説で応援に入ったのは公明党の山口代表だ。こんにちは。夕張の市長のその大役を、厳しい仕事を買って出た、その志を私たちは、公明党は最初から応援をし支えてまいりました。この場所に立っておりますのも、どこの政党よりも先に公明党の皆さんがご推薦をしてくれたからであります。おとといは地下街を歩き、写真撮影などの求めにも応じた鈴木氏。代表殿の札幌でさらなる支持の拡大を図った。もうとにかく一日一日丁寧に、もうしっかりと、もう私の思いを訴えていくってことに尽きると思うんで、これから喉もちょっと大切にしながら頑張りたいなと思います。